はい、はい、もう映るよ。はい、な、はい、始まる。ちょっと待って、待って待って、これでちょっとここに座って。今は声だけが入ったらよろしい。顔が入らんでも。一応決めるね。大体。はい、オーライ、これで入ります。はい、こっち来て。はい、こっち来て。市内は普通38とか39とかいう。君の市内は38か39か。わかりません。そんなぐらい覚えとけ。はい、喋ってとこ。剣道の子供に聞いてみ。38言うたら何ですかいて。39言うたら何ですかいて。子供に聞いてみ。まだそれほど分かっていないんやぞ。分かったか。はい、何が黒帯やいうことや。剣道の子供に聞いてみ。まああの子たちは幼稚園の子は32とか33とか言うんですけど、それ何やいうて聞いてごらん。38というのは市内の長さを言う。39も五代君38を持っていたから38やと思う。多分君も38か39やと思う。38というのは三尺八寸という意味である。39というのは三尺九寸という意味である。三尺九寸というのは一尺は 何センチや言うてみ。 32.4。 アホ、ごめんなさい、約30センチ。 30.03 とかなんとか言うやつや。32センチ違うぞ、はい、一尺いうのは。一寸と一尺との関係はどういう関係にある。一尺と一寸はどういう関係にある。言ってみ。一尺二尺ですか。何、いやちょっと分からないです。一寸が等集まって十寸になったら一尺という。あったか。その一寸は 3.03 ぐらいや、センチや。ね、一尺は何ぼや。90センチ。ああ、30センチ。約30センチ、今日や。はい。したがって市内は。大人が使う市内は38か39、三尺八寸か三尺九寸。三尺九寸と言うたら90とプラス 3×7 やから21センチで、111センチ。38やったら108センチ。その38や39知らないことといい、それをそういうふうな数え方を何という、何尺何寸とかいう数え方。片一方メートルやセンチや。三寸五分とか。何、五分とか言いますよね。何、一尺二尺二尺三寸。 何方という。メートル法じゃない方法です。わかりません。軟尺とかいうのを尺貫法という、はい、メートルやセンチで測るのをメートル法という。剣道は古くからあるから市内の長さをメートル法では言わない、尺貫法で言う。よく覚えとくよ。小学生の子供でも知っとうぞ、剣道する人は。
そういうことは居合の先生は教えないか。教えないな。あかんねん、それは。それで木刀は標準の木刀にこれを合わせた。これはだいたい何バールか。あ、わかります。約4寸ぐらいですか。4寸言うたら1メートル20じゃ。そんな長くないわい。4寸もないわい。3寸ちょっとで。4寸言うたら1メートル20じゃ、だいたい。だいたい3人ぐらいや。3弱2寸ぐらいや。ということは、96センチぐらいや。これ測っとけ。これ測っとけより、木刀測っとけ。木刀としないとは、そんだけ長さが違う。あるいはスポンジ刀と、スポンジ刀と木刀はだいたい揃えとうからな。同じ長さやから。しないとはそんだけ違う。だから、あの面かぶって、市内でやってる人たちは、そういうふうな、長いものを使ってる。しかし、そういうふうな長いものを使うことは、江戸時代じゃなしに、明治時代に決まった。江戸時代どのぐらいのものを使っとったかは先生ちょっと知らん。しないな。だけど明治の時代で三八とか三九とかなんとかいうやつがみんな決まっていった。そういう歴史がある。そういうことも知らなかったらあかんねんぞ。ところで刀は昔は長い長い刀を使っていた。例えば戦国時代とか、ごめん、南北朝時代とか、その前の足利時代とか、その前の鎌倉時代とか、長い刀を使っていた。それが家康や秀吉の時代に刀が、長さが、そんな長い刀あかんいうことで長さが決まった。刀の長さが決まった。何歩以下いという。それから以後は江戸時代をずっと含めて侍はその長さの刀を持った。お前侍になりたい言うとんやろ。そんなことぐらいしとかんといかんぞ。それでそれ以後はそれ一定の長さ以下の短い刀になった。だから昔の長い長い刀は刺して歩けなくなった。使えなくなった。でたくさんの昔の刀が短く改造している。まあ改造されていない刀もあるけれど、使えるように改造されている。それで幕末になって、今、明治以後の剣道になっている。明治以後の剣道では、一応、木刀の長さもだから決まった。それ、何本になったか。ちゃんと、剣道ルールの中で、インターネットしたら、剣道のルールが出てくる。剣道の。それで、剣道は、木刀は、市内は何本にする。木刀は何本にするというふうに決まっている。
俺に教えてもらったら、その剣道のルールをインターネットして調べとけよ。3839とか、39はとか、38とか、37とか言って、36とか、36とか、35とか、34とか、32とか、31とか、30ぐらいまである。短いやつは子供よ。長いやつは大人よ。ちゃんと剣道ルールにインターネットしたら書いてる。そのぐらい知っとけよ。いい、クルービー、知りまへんって言うとったらあかんど。さあ、ところで剣道ではそのようにしているけれども、まあ、俺たちみんな大人や。あ、それから、日本陸軍の刀はどうであったか、言ってみ。長さですか。日本 の陸軍の軍刀の長さを言うてみ。分からないですね。あ、誰、剣道ルールではこの端から端までの長さで言うているけれど、日本軍隊ではその長さでは言うている。刃渡りで言うている。刃渡り二尺二寸以下、約66センチ以下ということで陸軍では決まっている。これもインターネットしてみ。陸軍の刀の長さはどうだったかい。また君の刀軍刀を言うとったな。軍刀やからその規則に従っている。あれの教科書の中に刃渡り何センチと書いてる。66センチ以下や。今言うたように陸軍で使っている限りは200日寸の以下でなかったら使えないから、僕の刀でも軍刀は200日寸以下。まあ、五代君のはあれ軍刀かどうか知らん。君からは軍刀と聞いている。200日寸以下になっている。66センチ以下になっている。家帰って調べとけ。それそれから剣道ルール、インターネット、日本の軍隊の刀の上寸、インターネット、自分の教科書どないになっているか見てみ。66センチ以下になっている。以下が多い割なんでや。それも理由は分かっておけなかった。昔一般の兵隊は軍刀は持ってなかった。将校は持っとった。下士官は知らん。下士官も持っとったもん。片手でピストル、片手で刀使わんで、両手で使うこともあるけど、ピストル持っとう限りは両手は使えない。両方で使えるように短い目に軽い目にしたんが日本の二尺二寸、日本陸軍。そういうふうに二尺二寸になっている。そういうことは知らんか。はい。海軍はどうやった。一方サーベルでしたね。何サーベルでしたね。サーベルいうのがね、あれも軍刀の一種やねん。日本陸軍では規約に従っていた。海軍は、な、一般の兵隊は日本の何を持っとった。刀みんな持っとった。軍刀です。日本の兵隊は刀は何を持っていた。分かってへんな。はい。それもアホかいないことや。侍になるようはどうかな。
銃剣を持っていた。銃剣いうのはあれで切ったり外ったりするんじゃなくて銃の先につける銃剣を持っている。腰へ銃剣をつけて戦闘を言う時にガッとつけよった。先生はこの長さについては知らない。けどそのぐらいのことは知っとかんといかん。それも何が侍やいうことや。まさか、そういうことを知った上でこれからしないとスポンジ島の関係を話す。逆今仮に君の市内三八にしようか三九にしようかどっちでもいいけど五代君あたりやったら三八がいい、君ぐらいやったら三九がいい。三九というのは今言ったように三尺九寸。三尺いうのは270センチ、プラス3区27やから三尺いうのは90センチな、プラス3区27やから117センチやね。117センチの長さがしない。それに対してこの長さ、僕の記憶が間違ってなかったら3には思う。ここからここまでが3にいうのは96センチ、3区と3にでなんぼ違う。三区と三二で何尺違う、何寸違う。七尺違う、はい、アホ言え。七寸違うの。七寸入れたら21センチは本当な。はい、これそこでいいよ。ああ、もうちょっと向こう行ってごらん。これ、はい、これやった。こう考えるな。もっと長い。な、君のは今言った。7やから21センチ長い。その先が。俺も21センチ長い。だからこうやって合わせたらな、次第に合わせたら21と21でこのぐらい。次第でここを引っ付けてやったら大雑把な言い方したらほんま違うの。つかも長いからほんまちょっと荒っぽいっていうと。だけど21センチずつ長いやつを、はい、こう構えたらこんなんなんだ。わかるか。市内やったら来ないな。今度の道場行った時に市内と市内で構えてここ引っ付けたらどの、はい、こういうふうに引っ付けたらこのぐらいなんだ。あ、これ一歩で打てるか、一歩で遠くまでか、そんな距離長い市内で、はい、これ遠前に、いやいや、これ、ここ合わすぐらいの標準的な間合い。これ、はい、大体42センチ。42センチ。一発で飛び込めるか。な、そういうのが届かん。ということは、しないのは、長い。周りが遠い。市内は
簡単に今飛び込むそのつもりで飛び込んだら飛び込めるかもわからない。ただしな、高校生なんか大学生ごっつい体力がごっつい練習がしてだから遠いとこからバーンと飛び込んでけど同じく剣道八段練習七段練習80歳のおじいちゃん想像してみる。これ80歳をこっからここまでな取り込んでくれるかすると80歳のおじいちゃん何するか標準の前さらに近間になる標準の前な。これ長い長いとするよ。これが標準の前だけどこのぐらいにする。ちょっと実際ここが長いこのぐらいから始める。どういうこと。もう80歳なんぼ8だ7だそんなこと力だから近前近前いうのはいない。近前はこれでいい。これはよく言うわ。シューッとポンプやる。これ一回近前標準の間合いだ。これ標準の間合いな。な、これシューッと近前に入って小さなショップで行く。あれは標準の間合いから近間に入ってポンってやる。小さい味噌。それからもう一つ、あの標準の間合いから一歩で行く。これ思い出るのかな。おお、思い出るのかな。標準の間合いから一歩で標準の間合いから小さくそれがね、市内になったらです、まあ、あんまり初代の指導の練習にとっても参考にならないけど7段8段大体70、80ぐらいなの連中にとってみんなもう思い切り近間にもうこのぐらいから始まってこれからやってこれからどうしてそういうことはそんだけ飛び込んでしょ。さあ宿題今言うたこと動画で見てこい。しないしない。今言うたこと宿題見てこい。剣道で三級を持って七段八段と言われる、まあ、70歳80歳の連中がどういう間合いでやっているか今言うたようにこんな間合いでやってる。こんなことでやってる。まあここから構えてもすぐここでお互いにわーってやってわーってやってる。それを宿題動画でインターネットしたら剣道のやつがたくさん出てる。三級持ってる多分みんな。講談社がどんなことをやっているか間合いのことを言うとそれからこれの取り合いのことを言うているそれを見てこい。いいか先生の言うていることと半分似ているけれども半分
違うなということを見てこい。先生の教えていることと彼らがやっていることと半分違うなということを一つぐらい見てもわからんぞ。遠ぐらい見たらなんとかわかるということ。なぜ先生が市内のああいう連中と半分違うことを教えるんかいうことをあれ見て、先生の言うこと半分違うな、けど半分同じやな、いうことを見てこい。これが分かったら、俺これから涼しくなったら防具つけて稽古さすいうことになっとんな。これスポンジ等で習うやろ、その通りやったらちょっと違うね。スポンジ等でこの面かぶるやろ、この顔だけ頭だけ、それでやるんと防具つけてしないでやるんと違うね。そのどこが違うか先生はその時になったらまた教えてやるけれども、まずそれが分かるようになったら大変な能力やな、能力ありいうことになる。ただ違うな、あかん。それはなぜ違うか、しないとこれとの重さの問題ではない、獲物の問題や獲物の長さの問題や。それが分かると思う。2番、ルールの問題や、ルールの問題や。先生月でもどこついてもいい言うたな、顔でもここでもここでも、場合によってはここでもいい言うたな。剣道違う、ここだけそのルールの違い。それから打つ場所もちゃんと面を打ったら一番いいんだけれど、こんなところでもいい言うとな、そういうふうなルールの違いがある。それで練習を見て7段8段な、あ、エボの違うな、長さが違うな、こういう目で見、これ簡単に分かる。ルール違うな、これ簡単に分からん。それを勉強してこい。獲物の長さの違いな、今言うた説明でよう分かったな。それで先生の教えられたように、通常の間合い、前が接するぐらいの間合いとったらもう飛び込めんの分かるやろ。遠まいたらそれより遠い、もっと離れる、余計飛び込めんな。だけど捕まえたらいけるな。それを理解して、それから今ちょっと簡単にルールについてちょっと触れたけど、剣道ルールでは、この時はい、君僕の面打ってみ、これ有効だと取るか取らんか、俺置いとん、置いとるだけ、君はパーンと打ったやん、これ有効と取るかどうか、どう思う？あれや、俺こうしとんやん、まあ、面の方は君面打ったやん、俺当てごとだけや、致命傷ですね、こっちの
これ有効と取るかどうか、まあ、お互い一本か、はい、こっちはいやいやどっちは勝ち買いにする、まあ、これ、はい、ここ置いとるだけ別に目を打ったんや、はい、なんこれどないする、まあ、僕だったらまあ面が勝ち、それは面にならんねん、はい、それも君分かって置いてるだけだったらそうです、置いとるだけ、はいはい、打ってみん、これここ置いとるだけやねん、打ったらまあ、はい、これ一本ならんねん、おいつおだけやねん、これ何もしてへん、はい、おいつおだけやねん、はい、一本ならんねん、もうそれは置いとるだけですね、これはい、次、はい、ここ銅があるな、はい、ここおいつおだけついてへん、はい、けど君ボーンと当てたらめーんへんから、はい、一本ならんねん、これな、それと今言うたやね、月はここでなかったら一本にならんねん、ここをポン、ここを当てパッと置いとるだけやったらあかんねん、こうついたら一本になんねん、けどここなんぼついても一本にならんねん、はい、固定先生どっちでもいい言うたな、これこっち側しか一本にならんねん、振りかぶってみ、もうちょっと置いておく、上段にこの時、こっち側しかだけ一本ならない、これあかんねん、それがルールだ、固定言うて、はい、振りかぶって固定言うて、こう打ってもあかんねん、な、そういうふうにルールが違う、ルールが違うから先生の技は長さが違うだけじゃなしに技が違うてくる、そこら辺を7段8段の剣道の練習のまあいい稽古やルールに従ってカチッとやってる、あれを見てあいいなと思ったけどちょっと先生と違うなこれとかな、そこら辺が分かるようやったら初段や、何も分かってへん、あたか慢心しそう、なんでよそと違うてこんな黒帯難しいこと言うんかいな、将来の計画が立たんって言うとったな、分かってへんねん俺ら言うたな、剣道の連中はそういう研究はしていない、剣道だけの研究をしている、彼らは剣道以外やらないから、ただ僕はちょっと違うな、居合の連中とも全く違うし、むしろ剣道の方が近いけど剣道ともちょっと違うな、さあそれでそういうことが分かったら、はい、また構えて、剣道の連中はここら辺でチャカ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 やってるな、ここら辺でチャカチャカやってる、僕はここら辺でチャカチャカやってる、剣道七段八段見てごらん、ここら辺でチャカチャカない長い、僕もここら辺からチャカチャカが始まる、なぜかないのか分からんけど、すると棒を着てしない持ってやるときとスポンジ胴でやるときがその違いが分かっていたらやり方が分かる、剣道の棒に来たら何もわからん男が黒帯になるわけにはいかん、剣道の
白帯は茶帯に負けるな。だからそういう勉強をさせてた。あれけど先生はどっちが本間かというと、やはり真剣が本間、木刀が本間、けどケアするからこれがで教える。だからちょっと言うけど、はい、剣道の場合突きはここしかないから、ここ突かれなかったらいいね。まあだからこれを突かれないだけ、突かれないように求心線を開けるということを教える。けど先生はそうじゃないと、ここ以外ここ突かれてもここ突かれても困る。という意味で中心線を開ける、君の中心線をなくする。剣道やったらここ突かれんように君の中心線なくしたらいい。僕の場合はどこ突かれてもあかんという意味で中心線をなくする。というふうに考える。すると、もう、はい、構えて。これしないと考えたら、な、もうしないと考えて、これでもここつかれへんねん。絶対、そっからここつけるか。つけないです。つけないな。それから、はい、例えばこれシュッとここつけるか、うん、これ邪魔になる。このままポンと行く。だからこれちょっと開けたらな、剣道やったらちょっとこれ戻ってけんの。けど僕やったらカレーすぐ学習するね。な、剣道やったらもう一回言うろ。これでやったらもうここつけん。わかる？けど彼すぐに学習してやるよ。な、そんな僕ももうすでに教えてる。こうさってこうきれい。よく知ってる。これな。シュッと。それで、何でやる？学習した。だから俺、よう彼に怒ったやろ。問題の答え前もって聞いていながら、問題聞いて、はい、できました。彼、俺できたと思った。学習したりできない。こんなん簡単なことな。ちょっとこれ流された途端に戻るなんか考えたら遅い。俺よ戻る言うとな、はい、これちょっとやられたら、はい、ちょっとやられたらもっと戻る言うとな。あれ事実やけど戻るなんか、はい、戻る暇は出し切れる。あら、さあこんなんだもん。そうだって、シュッと、もう足切っとった。流されながら。そういうことで、学習して、あ、その時は法政で教えられとったな。こんなんあれでやろう、言うたらな。稽古にならん。どんな技でも人間が考えた技やねん。破る方法は神さんが考えた技じゃない。また、ここで、あの八段連中のやつ見てね、お互い学習せんでやってる。
いかに7段8段言うても学習していなかったらそんなにうまいこと対応できないな。今言うてんや、はい、はい、こう来たら流されながらこう言ってやったらいいと、そんなことできないけど分かっとってやれるな。だけどあの7段8段のやつを見てそんな学習しているようなところは全然ない。だから、はい、これポンと横に飛ばしてみ、はい、こうやって戻る言うと確か力抜いとったけど、ああいう連中、まあ力抜いとるけどなかなか戻る余裕がないよ。実際は戻んねえよ、うまくだけどこれ考えてみるしょっ気合が入る。気合入れて力が入る。気合入れたら力が入る。力が入ったらな、戻れ。そういう状態でやってる。そういうところを7段8段の連中のやってるところで分かるかい。五代君みたいに学習しとって、それですか、花これ前もって習っとったほい。そんなことでやってるね、ああいう連中な。そういうところをインターネットして、わかるかよ。で、よく僕が、バン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 って教えとるな。この間から何回も言うとるな。切り返し配信。あのバン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 という調子でやるんだぞって教えてもらう。その通り、あそこでやっとな。あ、5台来てこい。はい、1、2、3そんなん7台、8台になってみて散歩やってやっと切れた。そんなんやっとくな、これ1、2、3。全然そんな足つこって俺の言うと右足が先に出て左足がすぐ後に出て到着するのが一緒、まあ一緒、あるいは小さな2歩、今の足でな、みんなそれでやってる。小崎みたいに1、2、3ボンでやってる、あるいは1、2、3って遅いやろ、だからここ手もゆっくりやらない、手だけ速やって足ゆっくりよ、無理やな。片一歩速かった、片一歩速いな、片一歩遅かった片一歩遅いな、それやってな。だからそれを7段8段線でいろいろ獲物の長さの違い、あの年になったらこないなるんやな、けどバン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 という取り合い、これ大いに参考になる。だから僕はこの間から一部教えてるけれど、今言ったようにルールが違うから、あの通りではない。向こうは怖い月だけ、月さえ下げとったらいい、けど僕は全部下げてるから、いろんなことそれで、この辺だからあんまり教えていないけれど、これから教える。はい、構えて。この中心線をなくするには、なんぼ大きくあるよ、なんぼ方法がある。君の中心線、今ここにあるな。な、体もこっち向いてるな。この切っ先もこっち向いてるな、中心線あるな、この中心線をなくするのにいろんな技があるけれど、大きく言うてどういうふうに分けられる、まあ、自分が動くか、相手に中心線を触れてもらうかですね。まず一つ、まっすぐ行くけれど
手でやる。それが例えばこれまっすぐ一回手でやっとるだけやな。それと自分が方向を変える。これこういった手使わんでもあなたの中心線を向こう向いちゃった。だからこれこうしながら下へカッとこういったら僕は方向を変えたことによってあなたの中心線がなくなるな。それと大きく分けて手で中心線がなくなる。手だけで直線で次は手使わんでも方向を変えたら中心線がなくなる。またあるな。それを考えるのが知恵。手と両方使う、はい、手と両方使う。例えば、パンってここに書いてある。手が体こっち。なんでここまで入ってくるの？うまい人でも。手つこうぜ。これで、そーっとこっち、こっち入る。大きく分けて、自分が方向を変える。自分が方向を変えない。手を使う、手を使わない、二つがある。それと二通りあって、手についてる。体について使う使わない、腕について使う使わない。この場合組み合わせがやっちゃう。どっちも使わなかった、これは。そういうことで、やっぱりわざわざみんな入ってる、入ってる、はい、みんな耐えなくて、はい、これ、腕だけ、腕だけまっすぐやな、方向変えてる。これで、ほーって、もっと方向変えてるんと、腕と両方使ってる。そういうふうなことをな、自分で考えんといかん。わかるか？今言うたように、君、俺、ここで初めからいろいろ言うていたけれど、そういうふうな、もう俺、だいぶ上手くなった、五代君よりも上手くなったって先生言うとった。見て喜んどうやろうけど、あ、また慢心しようなと思って、事実五代君より上手くなった。特にスポニーと思って見とったのかな、どっちが上手いか。あんなん動画見とったら分かるやろ、どっちが早いか。見たら分かるやろ、どっちが上手いか、下手か。先生もそう言うて、確かタイとか D ではより上手い。それで教えて伸びない。この頃は、はい、コウ君出てこいって教えてな。小田君、はいって言うたら自分が出てくるけど、ああ、コウ君ってほんまよう言うとな。あれなんでやるか、小田君に教えても進歩がないか少ない。君に教えた方が進歩がある。そういう意味でホークのこの相手指すことが多い。そういうふうに義や体は伸びているけど、心や地は全然白帯並み。今ここで言うたようなことは心というより知のことやけれど、知識があるかいうことやな。な。
知恵があるかいことを今教えてる。そういう真知恵のうち、真いうのは君のどういう手かな。慢心、それでほら吹く、それを真と言ってる。知恵の方は共有だよね。まだ分かっていない、まだあんまり考えていない、それを言うてる。知識と知恵いうものな。だから今日は知識と知恵についてどんな知識を持たないといかんか、どんな考え方をせんといかんかということを教えてる。それには先生の言う言葉以外に、今言ったような動画をインターネットして見る。要は乗ったやろ。八段線とか七段線とか。下手くそなやつ見なよ。を見る。それから、よう乗っていないけど、剣道ルールとかな。日本の刀、軍刀の長さの規定とかな。そういうふうなやつも見る。あるいは、時代ごとの刀の長さについて調べる。ふとちゃんと出てくる。そういうことを調べて自分の稽古している刀やルールや剣道との違いを分かったら、だからちょっと早く構えて、もう言うたら五代そのつもりで待っとう。から言うたらいかん、いつも言うたやん。教えたらいかん、自分の技を。けど知らん顔してやった五代君また忘れてる。けど今言うたら今の直後すぐ後は分かっとうな。言わんてや。だから例えば剣道では、ちょっとごめんなさい、これでもこれでキュッてやってすぐにこれが上手い人は戻ってくる。私くん黙っとったら戻ってこない。あれ言うたら戻ってくる、言わなかったらもう忘れてる、戻ってこない。なんで力だから、腕の中でもまっすぐそーっとパッパッこうやったらもうそれで終わり。今みたいにパッパッっていうことな。だから何でもパッパッパッ、例えばシュッと下ろす、シュッと下ろしたら剣道やったらつけるの違う、つける。なんか怖いか。これやったらここつけない。けどこういうふうにしたらつけるな。剣道の連中は開いたと思ってついてくる。けどはい、パッパッとこうしたら開いたと思ったらに跳ね上げるな。するとつけない。そういう工夫をする。これ開きました打ちます。まあそれでもいいけど、開きました打ちますってちょっと上げるやろ。これはい、開きました打ち上げるやろ。これ上げただけ、僕が言った上げただけやったらもうちょっと仕事させたらどうか思う。だからこれでもそっとふっとやるとこうなる。これはい、スッとやってあげようみたいな、ついてきよう。まあ、それとあこれ同じだけど、シュッと下げた時はシュッシュッと突き上げやる。あるいははい、シュッシュッとこうする、払うとか考える。あるいはシュッと下げるな、それと開くな。
僕の悪の。だけど、シュッすると、もうこっちに入る。すると、これでも、あえて面打つんだけれど、上げるやつでこれ払うておいて、向こうが閉めたと思ったら巻いてよ。向こうが閉めたと思ったらこっち横に斜めに出る。あるいは、はい。相手がこうしたら、面開いたもんな、面打とうとするの。すると、これ、ちょろっとして、もう、あいた、ついてこんまでも、手が上がるであろう。開いたんだから。だから、あれ、誘いであげん、下げんといそう。はい、これ、誘いましたよ。はい、打っていらっしゃい。はい、面打って。そういうふうに、何かしたら、この間から言うたら何かしたからしただけやったから有効に使う。何かしたら相手何するかいな考えて使う。そういうことをせんというか、ただ下げただけやったらあかんな。例えば、はい、これでもこれでも、ただ上げただけやったか。な、はい。もう、上げたらパッと打った感じ。な、打っただけやったか。開いたらもうすぐ打った。だから、これでも、言うたら、ば、ば、ば、と続く。な、これでも、はい。ば、ば、ば。これ、みんな誘いもあるし、こう言うたら、こうしたら相手どう誘うか、乗ってくるかいな、これが誘いや。例えば、誘いに使うとか、下げたも上げるときに何かするとかな、上げたも下げるときに何かするとか、そういうことに使うていかんと。それをな、7段8段連中もっとしつこくやってよ。それをしつこいけどこんなことしようやということを分かるようやったら、君は今日言うた分かって努力したらどうだし、分かっただけで終わりやったらどうだね。だから、七段八段連中の動画を見なさいと言うと、見たらよ。ああいうことが分かったら、長いものをやるときに応用できるものが出てくる。まだあんまり教えていない。まあ、何だったらもいろいろ技があるから。片一方だけできて俺勝つようわけじゃないけれど、ないなとはこうする、剣道はこうする、長いもんはこうする、これを勉強せんというのな。だから五代君の見といてごらん。はい、やれ、はい、お願いします。これで終わりだ。何もせえ、何かするんだね。1、2、3で打っていきよう。な、何かこれするんかいな思ったらやれ。はい、打てえから、はい、1、2、3これ30年前やな。な、あの頃もう五代君の癖が長い間、もうあれから30年経ったけど、この間、治っとう海岸を見とったら治ってへん。で、俺言うたの悪いんですよ、治らんよ。
もう終わりですよ。人間でも終わりですよ。何や。盗み癖とか。あ、でもう腹いっぱい食う癖とか。なんかいろいろ癖あるやろ。だからそういう癖は治らない。よほどうまいこと治さんと。だからやり方間違うたら。ああいうように30年でも治らないという癖が残っちゃう。これだ。これだいぶ5分ぐらい言うとったな。あれで最後治ってる。最後よし言うとったな。なんで治ってへんか分かるか。5分ぐらい言われてな。これ出したいかん、出したいかん、出したいかん。どうやったらあかん。もうこれをな、これから出るんや。これ出したらいかんと思うだけで 0.1 秒かかる。同じことや。これが出なかった。そういう意味で僕は習慣化言うたな。脳の努力、習慣化。習慣になったら考えへんね。わかる？習慣いうのは考えないで出てくるのが習慣。だから、いい技を習慣化するというか、最初はよく理解して、能力で、努力して、習慣なんて言います。全くそうです。習慣になっていないから、あ、出るから出ないか。と思いながら見るから、どうしたらどうするそういうことを勉強さんに先生昨日何を教えたか電車の輪立ちを見て学べ。わだちいうのは電車の車の転がった後や車の後や。わだちいたこんな丸いやつあるやろ荷車に。あれがぐるぐる回って人を引っ張っていくな。まあ牛が引っ張る場合もあるけど、あれわだちの後いうね。小田井君の悪いとこを勉強せ。ここで自分はやるな。電車の覆るを見て、私を学べるな。そういうことをするんだよな。はい、今日は終わろう。